今国道6号線走ってるね。うん、ペイちゃん消防かな。消防来たよ。まさっき消防のダンプトラック見た。見た？消防車のダンプトラック。よし。あと1キロ先左折だね。これで足りるでしょ、消防車が。あ、足りるね。国道6号線。こうなってんの、すごいね、うん、とにかく津波が来てもだんだん弱くさせようとしてんじゃない、だんだん。あれじゃない、あの学校。 あれ学校なんだ、わかんないだって建物これこれしか建ってないもん。それ以外全部壊したってことはそうかもね。早く帰りたい。ここ行ったら帰ろう。計画書じゃないこれ。こういう風に街づくりしますっていう。ほら、ペットランドを作っています。関係ないね、うん、何ここで34人死んじゃったの。いや死んでないんじゃない、ここ書いてあった。いや自分の勘違いあれじゃん、B2 塾じゃない、34人ないこれ、千年島だったんだ。東日本大震災参拝者へのお願いって書いてあるからやめとくか。慰霊碑だ、取らなくていいやな。あった、震災以降。今日やってんのかね、そもそも。これ学校で地震で安らかに眠ってるのに叩き起こせる場合しなくていい。入れるよ。すごっ、あそこまで。あれどこ行っちゃった。あったあそこまで来たね、2階。うわーすごい、2階のてっぺんまで来たな。天井あたりまで、2階の天井すごい。ここは地震の津波が来たところ、あの旗、何の旗なんだろうね。ほら、波の力で時計台、こう時計があったんだけど見た。こんなになっちゃうんだよ。海の力はすごかったもんね、この前行ったけど。あれが、あんたおいしそう、おいしがったよ、お勉強するおいしそうだね。
そこな海だよ、そこ、そっち海、海、そこ海。あっちが海なんでしょ。うん。なぜ行きな。ママと一緒に。壁も全部売られちゃったんだ。壁も壁。入りたい。ダメ、入っちゃダメって書いてあるよ。入りたい。もし倒れてきたら危ないです。教室、勉強するとこだね。ねえ、全部むき出しだね。壁もみんな流されちゃうんだね。おトイレもこんなになっちゃうんだね、壁がみんな。二階は大丈夫だったじゃない？できたって2階の天井だね。2階の天井お、あの旗の高さまで津波が来たそうです。てっぺんのところまで。ということでこんな感じに戸がみんな抜けちゃったみたいな感じで、この壁に当たって天井も2階の天井なんですけど、うんね、300軒の家があったけど、これをこんな感じになってしまったとね。はい、出口。こんな感じだよな。時計台。あ、そこまで。二階ですね、二階。へし曲げちゃうんですね。すごい力ですね。よし、ほんとあんなとこまで来るんですね。あのポールの上まで、すごっ。中浜小学校、昭和30。あ、こんな感じだったんですね、だったの。志賀先生の赤痢菌2トン、2トンの重さの石が17メートルも流されてしまったそうです。この17メートル、すごいですね。
ックイン室、交通室、こんな感じですね。あの丸々2階まで来たってことですね。鉄棒、あ、これか、あ、これか、あ、こういう風になってんな。はあ、これが交点ですね。はい、慶応と津波の、昭和8年大震災記念、地震があったら津波の用心っていう壁が立ってたんですけど、あの高さまで津波が来たっていうことです。まず地上にいたら助からないですよね。あの高さまで津波が来るって考えられないですよね。飲み込まれたら終わりですよね。もう海沿いには家がたくさんあったんですけど、もうみんな畑になっちゃってました。多分どうなんでしょう、家は建てちゃダメなのかな。もうどうなんでしょう、もう水道もガスも電気も通ってないから建てないのか、国の方針でも建てるのを許可しないのかちょっと分かんないけど、みんなずーっと畑なんですよね。これずーっと海沿いね。よし、これが最後、はい、以上。ライオンズクラブ国際協会復興桜2011年3月、1180平行ですね。はい、の以上。あれ、ここに学校のプレートがあったんじゃね、こう。よくわからないけど。で、外すときにこのタイルぶっかいちゃったんじゃね、これ、間違って。すごい立派な道路できてますね。ね。